ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。3年1組で、ね、全く喋ったことない。そう、そんな話なんですけど、初めてトモコに喋ってって言われて初めて MC するんですけど、ちょっと昨日までずっと考えてたんですけど、何喋ったらいいかちょっと決まらなくて、ちょっとグダグダしちゃうかもしれないんですけど、私はネクシラがほんまにあってよかったなってすごい思って、で去年私留学してて、それで半年ぐらいいなかったんですけど、それでもここに戻ってこれたのはネクシラがあったからやなと思ってて、こうちょっと恥ずかしい言い方をすると自分の居場所というか帰る場所があるっていうのは非常にありがたいことだなと思っています。で、そうで、最初に組んだ時は4階のゆいかちゃんとをドラムに入ってもらってて、そのゆいかちゃんとこの子も遠藤もてちゃんもすごいほんまに感謝してます。で今はこの4人でやってて、私はほんまにもうめちゃペテちゃんが思ってる以上に私はペテちゃんのこと大好きやし、ちょっとコミュ障で普段は何喋ったらいいか分からんけど、ほんまに大好きやし、遠藤ともこう全然仲良くなかったのに仲良くなれてほんまに嬉しいし、もんこはほんまにずっとね、文子がおらんかったら私はここにいないだろうっていうくらいずっとお世話になってて感謝してます。ほんまにありがとう。で、まあ、この4人で初めての春合宿からで短くて、でもっと4人でやりたい曲もいっぱいあったし、ずっともっと長くやってたいんですけど、今日が最後ということなので寂しいんですけど、精一杯今日のライブをあとの数曲楽しめたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
ます。エルサイお疲れ様です。ボーカル始めたのが夏合宿、今年の夏合宿からなんで、全然ギターとかほんまに弾けなくて、もうめっちゃメンバーには迷惑かけて、いつも遠藤に練習中怒られたりしてちょっとご指導いただいたりして、まあちょっとすごい迷惑かけちゃったと思うんですけど、まあでもちゃんこんなもうクソみたいな人間なんですけど、私ほんま見せないでいてくれて、ほんまライブの後とかみんななんか猫しら好きって言ってくれる人たちとかもいて、なんか大好きなキノコ帝国を大好きな人たちと一緒にできて本当に幸せでした。次で最後なんですけど、みんなちょっと登ってきにくい曲やと思うけど、おすすめは1サビです。1サビでみんな登ってきてください。ありがとうございました。Thank you.
見てへんから。